どうもおはようございます。1月17日朝6時の相場解説になります。FX オリガルヒと即可塾限定動画をご覧の皆様にお届けしております。え今回ですね、ずっと右肩下がりでセルセルセルで来ていた流れにえ、ちょっとね逆風が吹いております。今デイリーを見ていただいてますけども、全体的なチャンネルラインは相変わらず右肩下がりなんですよ。これはもうご覧いただけると思いますけどね。でも、ちょっと昨日ね、ロスカットを食らいながら、 小さな上昇が受けたんですよね。で、昨日1日で見ると、陽線、つまり右肩上がりだったということになります。昨日1日はね。ただ、全体的にはまだ右肩下がりですよ。ですんで、このトレンドはまだ変わらないと思います。まあ、言ってみればね、セカンダリートレンドを始めてしまったのかなぐらいのものなんですよ。4時間の方を見ていきますね。4時間を見てみると、セカンダリートレンドの話はここでしましたよね。つまりは、こちらに向かう方向ってのは、 下落の中にもありえるわけなんですよ。で、ここで降りていったものがダブルトップを作って多少もじゃもじゃしましたけども大きくストーンと落ちてネックラインを越えたっていうのがここまでのシナリオでしたダブルトップがあったってことなんですよね、まあ、通常ダブルトップって高根県であるんでその分高根県じゃないところでダブルトップが起きてるってことを考えるとこのもじゃもじゃい致し方がないところかなと思いますよね。 まあでも今はこちらの方に価格をまあ落としてきて128円の510でえ今この瞬間切り取っています。じゃあですね、昨日は126円台に入るかどうかっていうところまで来てしまったのに、なぜこの反発が起きたんでしょうか。それはわかりませんけども、この反発はずっと続くのか、それとも反転してもう一回トレンドの方向に行くのか。そういうことはこれから仮説が立っていくわけなんですよ。場合によってはこれをきっかけにして、 4時間だけにとどま,まらず1日足とか週足にも影響を及ぼすような右肩上がりの流れが始まるかもしれませんよねそうなるとトレンドが転換したっていうことになりますただダブルトップをねやっぱ完成させたってことはトレンド転換まで力ないと思うんですよさあそして1時間足を見ている時に判断するべきところってのは3つぐらいあると思いますまずはこちらの線ですよね128 775これは今日中にも答えが出るかもしれません ももししくは横ばいになっててレンジを作ることと可能性としてはあり得ますよねただこの線を引いた時に次のトライでぶち破って上の方に行くようでしたら、まあ、これはトレンド転換かもなと疑わせるところになりますでもこの上の壁に弾かれて下の方に行くようでしたらまあトレンドの方向に戻ってそして引いてはここを割ってですね126円台を見るってことになるのかなと思います あと気にしなければならない力点というのは仮に上の方に行ったとしてもこのもじゃもじゃしているところをね超えていけるかなってところなんですよ。ここをね。またここでもじゃもじゃしながら再度もう一回下に行くかもしれないですしもじゃった結果上の方に行くかもしれないなっていう判断が求められますよね。あと三つ目なんですけどもこのポイントですよね。大きな要線を止めて逆転して、大きな陰線を止めて大きな 要線にまでこう力をね転換させたこの力点というのはちょっと抑えときたいところですよねですのでここを横に伸ばしていってここに抵抗体を求めるという方向もありますまあ以上3点でどこで決断するかってことが今日は問われてるんではなかろうかなと思いますよね、えー、エントリーをするにしてもしないにしてもこの3つのポイントをどのようにさばくかによって今週どのような1週間になっていくとかって決まりますね はいということで今週っていうかね今日は結構大事な日になりますんでじっくりと見ていきましょう、まあ、エントリーもね積極的にやっていきましょうそれではまた後ほど。